皆さん、ご視聴ありがとうございます。未来のプロ野球選手を調査する番組、みんなのドラフト、 MC の谷川愛理です。よろしくお願いします。そして今回もプロアマ野球研究所の主任、西尾則文さんとともにお送りしてまいります。西尾さん、よろしくお願いします。よろしくお願いします。今回は、高校球児はプロに行くべき、進学すべきというテーマでお届けします。西尾さんは高校3年生の時に進学を決断した理由は何ですか？そうですね、まあ、僕は当然プロに行くような選手ではなかったので、まあ、プロっていう選択肢はなかったんですけど、まあ、当時はもう高校野球の監督になろうと思ってました、はい、そうだったんですね。そうなんです。なので、まあ、学校の先生になるには大学に行かないといけないので、まあ、そういう教員の免許が取れる大学に行こうっていうふうに、まあ、だから それが理由っちゃ理由ですね。当時はプロ志望届がなかったんですよね。あ、そうです、そうです。なくて、だからまあ、はい、全高校生がそういう志望届を出してなかったので、はいはい、まあ、可能性は全員にあった。あ、じゃあ全員ドキドキしてたかもしれない、まあ、ってことですよね。よくあの球児あるあるだったんですけど、まあ、今は志望届があるんで出した子しかかからないですけど、当時はなんかもうドラフト会議になると、うん、あの俺呼ばれるかもみたいなのは全国の高校球児が言ってたと思います。まさかっていう方が選ばれたりとかなかったんですか？いや、そこは注目されてなかったけどみたいな。まあ、さすがになかったんですよね。まあ、でも今よりも、まあ、もう20何年前なんで、まあ、もっと情報量も少なかったので、当然インターネットなかったですし、です、ね、まあ、あまり知らないような選手がこう、まあ、当然有名な選手はいたんですけど、はい、知らないような選手が、まあ、下位の方で指名されたりとかはありましたけど、はい、なるほど。谷川さんがもし注目されるような、はい、こう高校球児だったらどうしますか？プロからも声かかってる、まあ、当然大学からも声かかってる。え、声かかってる状態ですか？声かかってる状態。じゃあもうすぐ行きますよ。あ、プロ、はい、もう高校生からやっぱり声がかかるというのはありがたいので。あ、なるほどなるほど、はい、すぐ多分行っちゃいますね。すぐ、あ、じゃあもうプロに行きますと、はい、仕事届け出しますと、はい、え、もし高校生でかかったらどうします？あ、僕はもし行けるんだったら僕も行きます、ね、あ、そうですね。やっぱりなんかタイミングですよね。そうです、そうです。大学に入ってから、うんうん、ね、もしかしたら故障しちゃうかもしれないし。そうですね。なので、まあ、高校、僕は高校生で、うん、まあ、プロからお話をいただいたら、まあ、志望届を出します、ね、まあ、本当にかかるかどうか分かんないですけど。一緒です。一緒ですね。あ、一緒でした。珍しく会いましたね。珍しく、確かに。まあね、前高校選ぶときはちょっと逆でした。そうですね、逆でしたもんね。今回は一緒でした、はい、さあ、今日はですね、あの、後半番組の最後でですね、前回募集しました、はい、谷川愛理ファースト写真集の、はい、プレゼント企画のね、抽選を行いますので、最後までぜひ見てください。はい、ここにね、いっぱい入ってますね。あ、本当だ、たくさんのね、ありがとうございます。番組最後、皆さん楽しみにしていてください。みんなのドラフトは毎週金曜日21時に配信しています。ぜひチャンネル登録とグッドボタンよろしくお願いします。お願いします。それでは、みんなのドラフト、プレインボール。今回の企画は、高校球児はプロに行くべき、進学すべきをお届けします。夏の甲子園開幕まで残り1ヶ月を切りました。甲子園での活躍はもちろんですが、大会終了後に高校3年生は人生の分岐点を迎えます。そこで、西尾さんと共にプロ志願届を出すべきか、進学するか、どちらがいいのかを考えていきたいと思います。それでは、過去のドラフト会議の支配下指名選択選手一覧から見ていきましょう。まずは去年2020年のドラフト指名選手はこちらです。いかがでしょうか？そうですね、去年は大学生が1位が多かったんですよね。そうですね、高校生の1位は、いきなり1位だったのは中日ドラゴンズの高橋投手だけ、はい、で、外れたソフトバンクと、はい、オリックスですかね。ソフトバンクは井上選手、はい、でオリックスが山下投手、うんうんうん、だから、まあ、去年はちょっと比較的大学生が多かったかなっていう感じなんですけど、まあ、はい、さっき その今回のテーマでいくと、はい、高校から、まあ、プロに行くべきかどうかっていう話なんですけど、この大学生で指名された選手って、はい、高校の時点では多分、指名されなかった選手たちだと思うんですよ。
し、佐藤輝明選手も高校の時は、まあ、ほぼ無名、ほうほうほう、はい、ただまあ兵庫県内の、まあ、ごく一部の人が知ってるかなぐらいで、はい、ひょっとしたらかっこ白とかでダイブしたとか育成だったらあったかもしれないですけど、まあ、大学に行ったから多分この順位だったと思う、ね、着々と力をつけてってことですよね。みんなそうなんですよね、まあ、うんうん、ただ早川投手、楽天ですね、は高校の時からまあ高校ジャパンとかにも選ばれていたので、まあ、高校からプロに行きたいですってもし言ってれば、まあ、あの順位はもうちょっと下だったと思うんですけど、うんうん、行った可能性はあったと思います。うん、ただ、まあ、早川投手はうまくいった例で、はい、大学4年間で、まあ、ますますこう、はい、力をつけてここまで、うんうん、になったので、まあ、進学してうまくいった例かなとは思いますね、はい、高卒で一軍で活躍してる選手っていないですかね。高卒はさすがにまだいないですよね。どうしても1年目でいきなり出てくるってよっぽどなので、はい、ちょっとまああのキャンプの時、オープン戦の時にはジャイアンツの5位ですかね、秋広選手、はい、2メートルある選手が少し使われてたりはしましたけども、さすがにまだそうですね、これからの育成に期待ということで、そうですね、まあ、1年前からいきなり出ると思ってみんな使ってはないと思うので、そうですね、はい、では続いて2年前、2019年のドラフト指名選手はこちらです。そうですね、もうこっちになると、まあ、だから、ここ2年目なんで、はい、2年目でもう1軍でいきなり出るってなかなかすごいことなんですけど、でも結構もう出てきてるんですよ。出てますよね。そうなんですよ。もう今、うん、実はオリックスの宮城投手ですよね。はい。昨日も勝ちましたけど、今パリーグトップ。すごいですよね。すごいことですよね。すごいです。まだ19歳なので、で、ちょうどなんかあの、球団の YouTube チャンネルとかでも話題になってましたけど、はい、全然負けてなかったんで髪の毛伸ばしてたんですよね、はいはい、で負けたら切りますって言って、うん、坊主にしようとしたらなんか後輩が、バリカンを失敗しちゃってなんか本当ツルツルになっちゃって今本当もう高校球児みたいな丸坊主でやってるんですけど、もう今や山本由伸投手と並ぶオリックス、まあ、パリーグのエースぐらいになってますよね。で他でも、すごく評判だった佐々木朗希投手、はい、あとヤクルトの奥川投手なんかも、もう、今年はこう勝利も上げてますし、うんうん、まあ、この辺はドラフト1位だから分かるんですけど、はい、実はですね、カープの6位、玉村投手がもう1軍で勝ったんですけども、はい、2勝を上げてて、今、ローテーションにも入っているので、これぐらいの順位で入ってきても、もういきなり2年目で1軍っていうことも、まあ、中にはあるんですよね、はい、タイガースもそうですよね、はい、西投手も今年1つ勝ちましたし、そうですね、今3位の及川投手ですかね、もう今1軍で結構投げて、大事なところで使われたりしているので、もうこの2年目の選手まだいたよみたいな、 あとそうですね、楽天の黒川選手、はい、2位の黒川選手もまだレギュラーとはいかないですけど、はい、結構1軍でヒットも出ているので、すごい年代だなっていう気がしますよね。結構活躍してきてる選手が多いですよね。で実はこの年に高校からプロに行かなくて大学に進んだ、はい、今大学2年生の選手がいるんですけど、はい、この前少し特殊もした大学選手権、全日本大学選手権でも2年生で活躍してる選手すごく多くて、結構ベースボールキングのサイトの方でもちょっと私コラム書いてまだアップされてないんですけど、はい、2年生ですごい選手って多いので、この年代はこの年代はすごいですね。やっぱりこうトップの選手が、はい、まあ、佐々木そって選手、まあ、今、実績だともう宮城投手がトップに走ってますけど、はい、まあ、すごいとこうやっぱ他の選手もこう底上げされてる、士気が上がります。そうなんですよ、松坂大輔投手が出た時にこう多分初めてそういうなんとか世代っていう松坂世代って言葉ができたんですけど、はい、松坂選手の世代も高校の時そこまででもなかった選手は大学に行って大学ですごくなって、今ソフトバンクに和田投手なんかは大学から行ったんですけど、はい、もあるんで、もうこの2年目の世代は結構すごいですね、高校から行ってる、はい、なるほど。では続いて3年前、2018年のドラフト指名選手はこちらです。はい、この年もすごく高校生がドラフトでは、はい、人気の年で、まあ、根尾選手、大阪桐蔭が春夏連覇した年なんですけど、はい、根尾選手、藤原選手、あと小園選手ですね、このあたりが1位で指名されて、でちょっと根尾選手はまだレギュラーまでは行ってないですけど、今年やっと 出始めて、去年おととしは苦しんだんですけど、はい、まあ、順調っていうかちょっと微妙なところですけど、まあ、一応こう出てはきました。で同じ
だけ指名された小園選手ですね。小園選手もちょっと1年目いきなり出てきて、はい、去年ちょっとダメだったんですけど、ただ今今年すごく調子良くて、もうショートの今はもうレギュラーですね、うん、と小園選手と同じカープの3位の林選手ですね、はい、林選手ももう今レギュラーを使う、うん、まあちょっと期待を込めて使っているところもあると思うんですけど、うん、今実はショート小園サード林三遊間が高卒3年目の選手なんですよね、カープは。ちょっと若手を使おうっていうところもあるので、まあ、この2人は非常に伸びてきてるかなって思いますし、うん、あとは、日本ハムですね、吉田輝星投手がすごくこう甲子園ではスターだったんですけど、はいね、ちょっと吉田投手は少し苦しんでるんですけど、うん、2位の野村選手が今一軍でもうレギュラー格になってますし、うん、4位の万波選手ですね、はい、もう今一軍にいて、使われ出しているので、あの野手が活躍が、まあ、目立ち始めているかなと。で藤原選手も今年ちょっと出遅れてましたけど、ちょうど昨日、はい、一軍出てきていきなりホームラン打って、はい、っていうのもありますね、うん、この年代もやっぱり入った時にすごく評価が、はい、高かった選手が多いんですけど、うん、そこから出てきて、まあ、あとそうですね、阪神だと今、はい、ちょっとなかなかルーキーの中野選手がいいんでちょっと出てないですけど、小畑選手が、うん、あの去年の途中から出てきて、すごく守備の評価が、はい、高い選手なので、まあ、将来のレギュラー候補に今なってますかね、はい、でもこの年代も、はい、ピッチャーだとそうですね、西武の2位の渡辺投手も今年ちょっと出てきているので、そうですね、それぐらいかな、結構でも出てき始めてますね、はい、はい、ありがとうございます、はい、それではここからは1球団に絞って過去10年分のドラフトを見ていきたいと思います。誠に勝手ながら今回は私の推し球団である、ね、はいはい、阪神タイガースを中心に見ていきたいと思います。さあ、阪神の過去10年のドラフト指名選手はこちらです。そうですね、タイガースって実はあんまり1位で、特に1位2位の上位で高校生をあんまり指名しない球団だったんで、はい、伝統的にというか、うんうん、ただまあこの10年見ると2012年ですかね、はい、藤浪選手、藤浪選手、北条選手1位、うん、2位で、まあ、特に藤浪選手ですよね、はい、いきなり1年目から2桁勝ってもう通算でも50勝してるんですけど、うん、はい、まあ、この10年の中では一番活躍してる高校から入った選手というところですかね。で、そこで以外でいくとちょっと間が空いてしまうんですけど、はい、高校生そうですね、なかなかいないんですけど、なかなかそうですね、そうなんですよね、2016年ですかねの才木投手がちょっと良かったんですけど、はい、怪我してしまって今、うん、手術もしたっていうところで少し苦しんでますかね、はい、あとレギュラー格ってなるとそうですね、タイガースはちょっと苦しいんで、そうですね、本当ですね、そうなんですよ、ただまあ、大きく変わったなって思うのは2018、19ぐらいからですかね、18年は2位で小畑選手取って、まあ、これが結構すぐ使えると。で2019年は1位から5位まで高校生なんですね、そうでしたね、はい、これってもうタイガースのドラフトでは多分歴史上初ぐらいの勢いだと思うんですけど、でその中から特に上の3人ですよね、西投手今年初勝利で、はい、井上選手は今年はちょっとまだ出てないですけど、去年、はい、後半出てきてもう1軍でヒット打ってますし、及川投手も出てきているので、この年代が結構重要ですかね。あ、ごめんなさい、あとそうですね、2014年ですかね、上田海選手が、はい、選手実は上田選手ってそんなにこうすごく目立ってた選手じゃなくて、割と渋い感じの、はいはい、そうだったんですね、守備が上手くて、まあ、守備は上手いんですけど、はい、正直僕は高校からプロ行くっていう選手あんま見えなかったんですよ、はい、そうなんだ、そうなんです、ただやっぱり足がすごく速い、速いですよね、そうですよね、っていうのと、やっぱり守備が結構どこでも守れるっていうのもあるので、そういう武器を生かしても今一軍に結構こう欠かせない存在になっているので、ただまあ上田選手この順位5位、まあ決してこう順位が高くないんですけど、そんな中でもこう入ってよかった、本人も良かったと思いますし、球団としても指名して良かった選手ですかね、うん、そうですね、現時点のスタメンがですね、高卒が0人なんですよ。そうなんですよね。そうですね。こう見るとちょっとやっぱり苦しんでるかなっていう気はするんですけど、まあまあそもそもそんなに多く取ってないっていうのはあるので、そうですね。そうなんです。将来的には多分まあ小畑選手、はい、井上選手あたりがこうここに
入ってくるとだいぶまた変わってきますよね。特に大きいと思うのは井上選手だと思うんですよ。はいはい。で大山選手がまあ出てきてちょっと面白くしてますけど、はい、佐藤輝明選手がいて、はい、で井上選手も大型の長距離バッターなので、はい、日本人の長距離バッターが3人も揃ってそうですよ、ね、なかなかないんですよね、うん、あのまあ谷川さんが生まれる遥か昔の話ですけど、はい、あのバース掛布岡田の時ですら、はい、バース入ってるんで、そうですよね、井上選手が もし出てくるようなことになるともう阪神史上最強の打線になる可能性も十分にあるので夢ですね。夢ですね。でピッチャーに関してはやっぱり西投手と及川投手がちゃんと成長してくれるっていうのと、まあ、藤浪選手はなんとか、そうですね、ね、今年ちょっと復活の兆しは前半戦あったのでが出て、ちゃんとした状態に戻ってくれば、はい、まあ、こう高校生の選手も、目立つかなっていうところですよね、はい、期待ですねこれからに、ね、はい、ありがとうございます。それではここまでを踏まえて西尾さんに助言をいただきたいのですが、助言っていうとちょっとなんかあれなんですけど、はい、そうです、個人的には、はい、あの考えとしてはまあ高校生でもその行けるタイミングがあれば、うん、僕は行った方がいいんじゃないかなと思うんですよ。でなんでそもそもその例えばまあプロから注目されるような選手が、まあ、プロに行くか大学に行くかこう迷うかっていうと、うん、はい、まず一つはその時の評価がそこまで高くない、まあ、上田選手なんかまさにそうだと思うんですけど、はい、で低い順位で入るとそのまあ最初の契約金もそんな高くないですし、まあ、下で入ると期待度も高くないので早く見切られてしまうんじゃないかっていう、まあ、短いと2年3年とかでクビになってしまうんじゃないかっていう恐れがあるので、はい、じゃあ大学でちゃんと力をつけてから上の順位で入った方が当然もう最初にもらえる契約金も高いですし、はい、球団の期待も大きいのでそんなすぐにクビになることはないのでっていうことからっていうのがまず一つ、はい、と、まあ、あとまあ野球選手とはいえこう選手としてやるよりもその後の人生のことを考えて大学に行った方がいいんじゃないかっていうことを言う人も結構いるんですよね。ただまあ特にこの2つ目の理由の方が僕はあんまりどうなのかなと思ってて、これ完全に個人の意見ですけど、はい、まあ、いろんな意見があるのでいいんですけど、やっぱり将来的に野球選手としてやっていきたいのであれば、行けるタイミングで挑戦した方がやっぱ後悔がないんじゃないかなと思うんですよね。で今そのプロ野球を例えば、まあ、あまりプロに入ってうまくいかなかったとしてもその後から大学行くことも全然できますし、はい、そこでもし早く見切られてしまったとしても今だとこう独立リーグだったり、はい、プロから社会人野球の選手になることもあるので、うん、そういう道もあるのを考えると、うんうん、もう行ける時に勝負をした方がいいんじゃないかなっていう気はします、うん、結構ドラフト候補の保護者の方お父さんお母さんと話すると、はい、やっぱり心配がなるんだなっていうのがあったり、まあ、監督もそのどうすぐクビになるかもしれないから大学行った方がいいんじゃないかっていうのもあるんですけど、はい、大学に行ってもやっぱりそこで絶対に成功するかどうかもまた、ね、限らないですしね、限らないので、まあ、で大学って本来まあ勉強しに行くところっていうところもあるので、はい、まあそういうのを考えてももう野球で勝負したいのであれば、うん、行けるタイミングで行けるときに行くいいんじゃないかなと僕は思います、うん、西尾さんの助言です、はい、ありがとうございます、はい、さあドラフト会議2021は10月11日に開催予定ですが、まずは8月9日から始まる夏の甲子園に注目してたくさんの高校球児を応援したいですね。ここまでは高校球児はプロに行くべき、進学すべきをお届けしました。エンディングのお時間です。さあここからは、まあ、番組冒頭でもお伝えしましたが、はい、前回の配信で募集した谷川愛理ファースト写真集愛理の抽選会を行いたいと思います。たくさん応募してくださりありがとうございま す、ね、これ本当ちゃんと来たやつですよね。そうですそうなんですよね。こんなにもたくさん来るとは思ってなかったのですごく嬉しいです。いやさすがですね。いやありがとうございます。では私のゴッドハンドがゴッドハンドでいや緊張するな。1名だけですからね。そうですね、はい、あじゃ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 
きっとミンドラ愛が強い一番強い方に当たると思います。ではこれ、おじゃ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 ーん、ななみちゃん、おめでとうございます。女性の方ですね。女性の方ですね。どうなんだろう、ななみちゃん、わかんないですね、これだけでちょっとわかんないですね。勝手にななみちゃんって言っちゃったんですけど、どうなんでしょうか、男性の方か。ななみさんおめでとうございますですね。ななみさんありがとうございます。すごい、こんなにたくさんある中から、そうですね、1名ですから、ね、生えあるというか、生えある私が、はい、サインして名前もね書かせていただいて、ベースボールキングさんの方からメールをね送らせていただきたいと思いますので、少々お待ちください。おめでとうございます。まあ、写真集はですねまだ絶賛発売中でございますので、ぜひ気になる方は書店だったりアマゾンさんやセブンネットさんでご購入いただけると嬉しいです。よろしくお願いします。さあ、というわけでみんなのドラフトは毎週金曜日21時から配信しています。次回の配信は夏の甲子園2021で見たい対決というテーマでお届けしますので、ぜひチャンネル登録高評価よろしくお願いします。お願いします。ここまでのお相手は谷川愛理と西尾のりふみでした。ぜひ来週もご覧ください。さようなら。さようなら。